じゃあ今日はいい天気ですね。今週はこんで結構いい天気が続くのかな。なんかそんな感じもしますけど、ちょっと待ってね。とりあえず出れるかな。ここは OK。 よし、とりあえず今日はちょっと岐阜の方まで向かっていくので、ちょっといつもより距離は走る感じになっちゃいますが、荷物を積みに行こうと思います。よっしゃ、ちょうど踏切が降りてたのかな。こんなに混んでるってことは。よかった、止まっといて。今行ったらえらいことになってたね。あれ右折車行けんくなってたね。塞いでやってて。あ、来た。踏切が。右から来る感じですね。今日もなんかちょっと車が多い感じしますね。お、また上を開墾が走っていってます。朝なんかちょっと寒い気がしたんで暖房を強めに入れてたんですけど、今すげえ暑くなってきましたね結構なんか混むな今日。珍しい、ここの信号引っかかった。とりあえずここから乗っかって羽島までちょっと行きたいと思います。桜が綺麗ですね。なんか桜が咲いててトラックで桜と撮れる場所があれば最高なんですけどね。なかなかそんなとこないですよね。うわー綺麗だよ。
よっしゃ、これでまあ安心して走れますね。燃料のこと考えなくても。結構際どい感じになってくるとね、やっぱドキドキしてくるんで。さあ、あとは気をつけてね、走っていきましょう。今日はなんか結構風が強いような感じがしてたんですけど、あの風車が回ってないですね。風力発電のね、なんか全然止まっとる。あっちがなんか一歩動いてるやつあるけど、なんかほとんど止まっとるね。あれゆっくり動いとるように見えるけど、本当はすげえ勢いで動いとるのかな。扇風機みたいになんか超速く動いてるんやけど、なんか速く動きすぎてあのゆっくり3つぐらいに見えると違うか、普通にあのスピード感いいね。あのなんか風車ってなんか絵になるよね。じゃあちょっと一回岡崎へ寄ろうかなと思います。ということで一応今430がクリアされたので出発しようと思います。この辺りがちょうど桜がピークですね。めちゃくちゃ満開ですっごい綺麗ですね。ちょうどいいぐらいだね、今日っていうかね、この今が。さっきもなんか川沿いの堤防沿いになんかすごい桜並木があったんですけど、そこももうみんな車来てなんかシート広げて花見してましたねでも今日みたいな、結構今日ポカポカなんでいい感じなんじゃないですかね。あそこで今普通にすっとぼけて、あんまりこの辺通ることないからみたいな感じで喋ろうかなと思ったんですけど、よう考えたらいつも反対側から夜来てますわ昼間のこっち側行くのは珍しいかもしれないですけど、別に通ってないわけではなかったですね、そういえばボケまくりですね。じゃあここでちょっとね降りたいと思います。うわ、えらい高額請求が高額請求がやってきました。
なんか渋滞してますわ。これはなかなかの渋滞ですよ。新幹線行こうかな。この隣新幹線ですけど、ブワーって新幹線行こうかな。今回そんな都合よく今回ここで来たら持ってますよね。これは何も来ずに終わるパターンのやつじゃないですか。これうわ、来た、向こうからも来た。おお何がおおなんか知らんけど、おおやね。ねえ、来たね。これでチッタカ持っとるってことは分かってもらえたかな。違うか。しかし渋滞やなこれ。押しボタン式の信号やけど、変わったけど誰も渡りませんでしたね。渡ってったのはなんか黄色い蝶々だけでしたね。この辺りも今桜はもうピークっすね。めっちゃ綺麗なのが咲いとるけど、まあ今ここには桜はないですけど、いい景色です。あそこになんかコンテナかなんかの電車が走ってますね。見えんかな。もうここの景色もいい景色ですね。さて、まあ、もうちょっと行ったらね、積み込み場所あると思うんで、さあすぐ積めるかどうかわかんないですけど、行ってきたいと思います。なんかもうそこら辺の桜並木がめちゃくちゃ満開なんやけど。めっちゃ綺麗に咲いてる今。すげえわこれ。あ、とりあえず積み込みは終わってます。結構行って受付して、あと車で待っとればいいかなみたいなこと言おったら、後ろにもうリフトマンさんおって、おつ積むぜなんて。速攻でしたね。うわ桜すごすごめっちゃ綺麗やな。という感じで積み込みの方は完了して、またこれ走っていく感じですね。すげえ暑いよ本当に。これは
うわー、突っ込んでくる。ありがとう。手挙げたけど無視でしたね。無視。止めるんじゃねえよみたいな感じだったな。来んじゃねえよみたいな、そんな感じだったかな。渡りやる渡りやる。今日はこれあるじゃないですか、21号は白バイだらけじゃないですか。こんな天気だ、めっちゃ天気いい時は白バイめっちゃ出てますもんね。ここうおっそ、うっそ、強烈やな。信号無視にも度があるやろって。めっちゃとんでもねえ信号無視でしたね今な。ただ本当にああいう車がいるから、本当にね、青だからって言ってパーッと出ていくと危ないですよね。あれで本当事故が起きるんですよね、交差点内の。たまにね、信号が青になった時にブワーッと走っていく人いるじゃないですか、すごい勢いで。多分ああいう車とああやって信号無視する車がぶつかるんですよね。すげえ桜めっちゃ綺麗。こっちも綺麗ですね。うわぁ、すげぇ流れが悪いぜ。ここはこの前、何？前の方で絞り込みがあるので、どうしても流れが悪くなっちゃうんですね。しかも信号が多いし、昔からですねここはね。すげぇ前に飛行機が飛んどる、見えるかな。あれ飛行機なんて飛行機か分からんけど、すげえな、あんな低いとこを。すげえとこ飛んどるやん。あれは何、自衛隊の飛行機なの、なんかよく分からんけど。見えるかな、すごいね。あ、でもなんか自衛隊の工場の方へ向きを変えようで、多分そうやね。あれはなんて飛行機なのね、わからんね。とりあえず空を飛ぶものは全般的に飛行機ですから。飛行機のそのくくりでも何見ても、あ、飛行機飛行機。ね、全部飛行機になりますからね。唯一あの鳥人間コンテスト、あれ飛行機じゃないですから、ね、あれは鳥人間ですからね。ね、あれは飛行機じゃありません。
あれを見ても飛行機だって言ったらダメなんですよ。あれは鳥人間だって、あ、鳥人間だって言わうるせえね。ほら、また飛んできた飛行機。あれあれ、前見えるかな。あれは飛行機ですよ。あれは鳥人間じゃありませんようるせえか。すっげえな、あれ。何あれ、超低いとこ飛んでいきよるやん。なんなんだあれ、すっげえね。あんなんがよう飛ぶよね、本当にねいつの時代の人って話やけど、あんな重たいもんがよう飛ぶよね、本当にね。で、飛んできたよ。また飛んできたよ。なんやろ、練習しとんのあれ違うか、すっごいねあれ。はい、もう真っ暗の中を走ってます。ここからね、まだまだ走らないといけないんですけど、今日は結構ね、夜なんか寒い、すごい冷えてます。なんか結構暖房も強めにしんと寒いぐらい結構冷えてますね。半袖でおるもんで寒いっすよね。そりゃお前半袖でやろっていう話ですよね。今日は一応予定では細入りの道の駅あたりに泊まれたらいいなぁなんて思ってるんですけど、あそこも結構ね、平日だと夜結構ね車止まってるんですよ、トラックなんで。ちょっと止まれるかどうかわかんないんですけど、止まれたらそこに行こうかななんて思ってますね。まぶしいねあれ、ハイビームで。冷えとるけどマイナスいっとるんじゃないか。うわ、マイナスや、マイナス1度。これはよう冷えとるわ。やっぱなんか暖房を入れんと寒いわけやわ、ほんと。開いとる開いとる。